こんにちは、平畑フットボールクラブでございます。さあこの時間はですね J2 の第8節、まあ、連戦ラストと、いうことになりますが4月の3日、日曜日に一斉開催ということになりますが、そちらのゲームこんなゲームありますよ、プレビューしていきたいなと、思っております。それでは早速いきましょう。よーいスタート。さあそれでは、一覧ご覧ください。どうぞ。4月の3日ですね、日曜日に行われるゲームということになっております。一番上13時、そして最後の東京ヴェルディのゲームは17時、キックオフということになっておりますが、そのあたり見ていきたいと思います。まず一番上ですね、秋田と岩手のゲームということになっております。東北勢同士の戦いと、いうことになりますが、秋田の方は3戦勝利がないということになっております。そして岩手グルージャ盛岡の方は前節、4戦ぶりの勝利と、いうことになりました。まあどちらもこう守備もしっかりしているという中で、こうボールを奪った後の攻撃の方向ですね、秋田は縦に行く、岩手もまあ縦には行きますが、こうサイドも使いながらという、この辺りの奪った後どこに向かっていくのかというところが注目かなという感じがしますし、その奪った後のまたスピードですね、どれぐらいのテンポでスピードで相手ゴールに迫っていくのか、そのあたりの違いも見ていくと面白いかなという感じがいたしております。さあ13位熊本ですが、11位新潟を迎えてのゲームということになります。これ結構僕は面白いんじゃないかなと思っております。まあ、どちらもパスワークとか仕掛けともに面白い、そのあたりのそのまたパスワークとか仕掛けの違い、選手同士の距離感の違いみたいなところを見ていくと、その相手ゴールに迫っていくまでのそのボールの進め方、それを見ていくと結構面白いのかなという感じがいたしておりますし、まあ、熊本の方は、攻撃的な位置で言いますと、まあ、坂本選手であったりとか杉山選手が非常に個で打開できるところもありますが、新潟の方は、まあ、本間志音選手であったりとか高木選手、まあ、伊藤亮太郎選手が出るのか、松田選手が出るのかみたいなところもありますが、そのあたりのこの仕掛けも面白いかなと思っております。新潟の前線谷口選手にとってはこの古巣対決、これもねなんかいろんな思いがあるのかなという感じがいたしておりますが、さあどうなっていくでしょうか。これ通算対戦成績で言いますと、まあ、2018年のみの戦いですが熊本が2勝しているということになりますが、このあたりどうなっていくでしょうか。19位山形ですが、10位岡山を迎えてのゲームということになります。山形の方は5戦勝利がありませんと、岡山の方は4戦勝利がないというところでは、まあ、どちらも今シーズンの戦うスタイルというところではしっかりとしている部分ではありますが、また調子は今一つ上がりきれていないという部分では、こうスタイルも出しながら相手のスタイルも崩しながらどう戦っていくんでしょうかというところをこう見ていきたいなと思っておりますが、どちらが自分たちのスタイルを出し切れるのか、そのあたりも見ていきたいと思っております。5位栃木ですが、12位金沢を迎えてのゲームということになります。栃木の方は4戦負けなし2連勝ということになっております。そして金沢の方は3戦負けなし、金沢は前節中盤をちょっとこうダイヤモンドになるような、そんな形になっておりますが、このゲームでどういう形、それをまた継続するのか、4-4-2のようなこうフラットのような形に戻すのかというところはちょっと注目かなと。そのあたりはでも金沢のなんかまあ選手の、まあ、あの層というかもうそうですけど、戦いの幅みたいなところはまた増えてきているのかなという感じがいたしますが、多分栃木はどん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 プレッシャーをかけていくでしょうし、ただ金沢も攻撃それほど悪いわけではないので、そのあたりの栃木のプレスがどれぐらいいくのか、金沢がそれにどう対応するのかというところを見ていきたいなと思っております。さあまたまた北関東ダービーでございますね。15位ザスパ草津群馬と、17位水戸ホーリーホックの、北関東ダービー、水戸にとっては、北関東ダービーが続くと、いうことになりますが、群馬の方は2連敗、水戸の方は、前節、まあ、2連勝あって前節敗れるということになっております。まあ、群馬は結構大槻監督の、声がよく聞こえますんで、よく聞いていただきたいと思いますけども、大槻監督がこうやってプレスをかけようとしてるんだよっていう声がよく聞こえますので、あれ結構面白いですね。まだ行くなとか、今行くタイミングじゃないとか、誰々もうちょっと行けとか、そういうの結構声聞こえてきますんで、それ聞いてると面白いかなという感じと、ザスパ草津群馬の左サイドは非常に面白いので、
そこはあの攻撃的なところの部分も多く出るかなという感じがしますし、水戸の方は前節、まあ、あのホームで、北関東ダービー栃木に敗れたという部分ではかなりまた力入れてくると思うんですけども、ここのバランスこう入れ込みすぎず、まあ、気持ち的に入っちゃいますけども、そこでいかにしたたかに戦えるのかな。ただやっぱり気持ちは入っちゃいますから、このあたりのバランス、なんかメンタル的なバランスも結構水戸は大事かなという感じがしますが、これ群馬が前節のゲームを見ててもボールを持つ可能性はあるかなという感じがいたします。どんなゲームになっていくんでしょうか。結構激しいゲームになるんじゃないかなと思っておりますが、北関東ダービー、ひらちゃん大好き北関東ダービー、こちらも注目でございます。2位町田は、7位千葉を迎えてのゲームということになります。あのよくこうゲームを見ていても立ち上がりが大事なんて言いますけども、町田は本当に前半からもう本当にうまくゲームに入っていきますね。スムーズにすぐに自分たちのなんかペースに持っていけるという、なんかそういう感じがこのゲームを見ていてもするんですが、その町田が前半から勢い持って千葉の堅い守備をこう崩していこうとするのか、ただ千葉がこの前半の町田の勢いを耐えられれば、千葉は自分たちの守備から自分たちのリズムに持っていくという戦いもできますというところでは、かなり序盤の戦いぶりというのが結構大事になってくるかなという感じがいたします。まあ、10番、まあ町田の10番平戸選手、千葉の10番三木選手、この2人の活躍もこのゲームの鍵を握るかなと思っております。さあ1位まだ負けがありません。6勝1分け横浜 FC 絶好調でございますが、 FC 琉球を迎えてのゲームということになります。 FC 琉球は現在3連敗中ということになります。まあ、横浜 FC のこの独特のこのボールの動かし方、なかなか捉えづらいボールの動かし方に FC 琉球がいかに耐えられるかということになってくると思います。そして横浜 FC の方は小川航基選手が非常に調子がいいというところでも、琉球はそのパス回しも気をつけながら、そこを小川航基選手も抑えていきたいという、なかなか守備でなかなか大変な部分も出てくるかと思いますが、耐えれば FC 琉球の自分たちの時間も作れることができる、そこまで持っていきたいという感じがいたしますが、さあ横浜 FC どこまでこの調子をさらに上げていくのか、このあたり見ていきたいなと思っております。20位ヴァンフォーレ甲府ですが、4位ベガルタ仙台を迎えてのゲームということになりますが、甲府の方は4戦勝利がないということになります。まあなんかこう甲府のスタイルというか、こうやって攻めるんだろうな、そしてあの外国籍選手の新しい選手も入ってきたというところでは、あの甲府もあこういうスタイルなんだなというのはありますが、なかなかこう勝ち星に恵まれていないというところでは、ホームでしっかりと勝ち点を重ねていきたい、勝ち点3を狙いたいゲームになると思いますが、仙台2連敗中とはいえ、実力十分というところ、甲府はやっぱりこのシャドウとサイドで、仙台を揺さぶっていきたいということになります。そして仙台の方は2試合連続、3失点、しているという部分では、少しこう守備にちょっとウエイトを置きながらチャンスを狙う、そんな形になっていくのかなという部分で、甲府が少しボールを持つ可能性もあるかなという感じがいたしております。さあ山口ですけども、こちらはまだ勝利がありません。大宮アルディージャを迎えてのゲームということになります。山口3戦連続引き分けということですが、攻守ともに非常に動きはいいと思います。で、本当にこうボールの動きも、なんかこう縦入ってその後からのコンビネーションとかも非常に、あとはいかにゴールに結びつけるかというところになってきております。プレスも強烈だから、大宮の方はそのプレスをうまく回避して、山口のディフェンスラインの裏にボールをいい形で入れていく、例えばその前でも川田選手に収めて少し時間を作ってもらえれば、だんだん大宮のペースにもなっていくのかなというところですが、大宮はなんとか、まず初勝利を挙げたいというところになってくると、思いますが、このゲームも一体どうなっていくでしょうか。さあそして8位徳島と17位長崎のゲーム、これも結構ちょっと面白いんじゃないかなと思っておりますね。徳島は、引き分けが非常に多くなっております。1勝6分けと負けがないというところですが、プレスは強烈で、そのまま攻撃に持っていく術があるというところですが、長崎前節勝利しておりますから、この
前節群馬に勝利したこの流れを長崎はいい形で持っていきたいですし、徳島はそのプレスから、攻撃に持っていきたいというところで、どちらにとってもすごく大事なゲームかなという感じがいたしますし、その徳島の強烈なプレス回避すれば長崎の子が生きるという、はいはいはい、子が生きるアディショナルタイムでございますが、その徳島のプレスをうまく回避できれば長崎の本当にクリスティアーノ選手のところもそうですし、子がかなり生きるんじゃないかなというところでは、このプレスがかかるかそこを回避するかのこのギリギリの勝負ですけど、そこじゃないかなというところで、徳島がプレスのまま押し切るのか長崎がその裏に行くのか、このあたりちょっと面白いかな、本当に一瞬で勝負が決まるような、そんな感じになる可能性もある、徳島と長崎面白いと思います。そしてラスト、これも面白いと思いますね、3位東京ヴェルディと9位大分のゲームということになります。東京ヴェルディの方は7戦負けがありませんというところですが、大分も2連勝これ見る限り確実に大分も調子上がってますというところでは、このゲームかなり面白いかなという感じがします。でどちらも結構ボールを大事にするところもありますし、幅も使いますというところでは、これどちらが本当にペース握っていくのかなという感じはちょっと注目ですし、あの前線のこのヴェルディの佐藤亮雅選手の動きもいい、ただ大分の小屋選手のキレもあるというところでは、これ面白いと思いますし、ヴェルディの本当にこの中盤のボールの動かし方、ディフェンスラインからの動かし方、そして前線の幅を使って新井選手の仕掛けとか、そこも面白いんですけど、これ大分がまた前節みたいにネット選手が、エドワルド・ネット選手がどのあたりで出てくるのか知りませんが、この選手のまた この強さもありますし、そこのこの全体のチーム同士の戦いとこの部分の戦い、ただヴェルディも波に乗ったとかリズムに乗ったら止められないところありますから、これは結構あのゲームの中で行ったり来たりというか、さあ大分攻めます、さあ次はヴェルディだ、また大分だみたいな、結構あの見どころたっぷりな、ゲームになるんじゃないかなというところですし、ヴェルディはこのまま、負けていないのを続けたい、ただ大分はこの連勝した流れをさらにこう伸ばしていきたいというところでは、面白いゲームになってくると思います。東京ヴェルディ対大分トリニータ、ぜひこれちょっと見ていただきたいなと思っております。さあそれでは最後に順位表をご覧いただきたいと思います。少しこう横目し町田ヴェルディがちょっとこう抜けつつあるかなみたいなところありますが、まだまだ勝ち点の差が全然こう離れてなくて、4位仙台が勝ち点11で、まあ17位、まあ、水戸と長崎が7なので、このあたりは本当に一つ勝てば順位が全然変わるという、まあ、まだまだシーズン序盤ですからね、まだまだ分かりませんけども、一つ勝つ連勝3連勝とすれば順位がガラッと変わるような、そんなまだまだシーズン序盤という、ただ横浜 FC はかなり好調で走るぞという、感じがいたします。J2 リーグの今度は第8節ですね、プレビューしてみました。ぜひ、楽しんでいただきたいと思います。以上でございます。失礼いたします。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。